山竹ブルーノーツです。第15回ジャズインカンタブラようこそ、お越しいただきました。15回目で私どもも15回出場、第1から連続出場でございます。先ほどもありましたけども、去年ジャズカバの後にですね、震災があって、我々もその帰宅困難にあったりですね、あるいは、停電が起きたり大変な目にありましてですね、落ち込んでて、なんかね、我々もなんかできないかっていうので、実はドラム風の林君が呼びかけて仙台行こうって言うんで、9月の頭にですね、常禅寺ストリートジャズフェスティバル、仙台大変な全国からいろんなバンド組んで我々も行って、演奏してきました。我々行ってそのなんか起こるわけでもないんですけど、行って我々がいっぱい楽しむことでですね、みんな元気になるんじゃないかということで行ってきたわけですが、次の曲はですね、今の曲の紹介してました。今のオレンジシャーベット、ベーシンですけどですね、ソロ取ったのは、スッキー、杉浦君。彼の話は後で回しましょう。それで、次の曲はですね、その時また演奏した曲でもあります。当番のですね、人妻、水谷カナをフューチャーしてお送りします。ハーレムノクターン。
でした。こんなことあんまりやらないですけどね、上手でやってみたらですね、すごい受けたんで、今回やってみました。さてですね、今回曲数が多いんで、去年少なかったんで紙芝居とかしていっぱい喋ったんですけど、今年喋れないんですね。これだけはやんなきゃいけないんで、ご長寿ご紹介のコーナーでございます。野原さん、バリトンさんで一番大きい部分、79歳とうとう今年ですね、80の大台に乗っていただきますが、まだまだ頑張ってるんで、多分、ジャズカバー20周年でも吹いていただけると思ってます。はい、それからですね、報告事項はですね、結婚しました。さっきそれ撮ったスッキー、結婚したんだよな。誰も奥さんの顔見てなくてですね、入籍したって本人言ってるんだけど、わからないけど、まあ、結婚したらしいです。おめでとうございます。はい、で、ということで、お祝いで次の曲でもソロを撮ってもらおうということで、スッキーにソロを撮ってもらいますけども、次の曲はですね、ラテンナンバーでアリアンダという曲です。Thank you.
ありがとうございます。なんか掛け声がかかっちゃった。